わさびをぶっ飛ばしてお陰になるぞ。ここで中忍になれりゃお陰になれたも同然だろう。お陰になるぜ。相変わらずだね、岩部君は。第2試合開始。おかげへの第一歩だぜ。おかげって本当にのんきでいいな、お前は。もう少しでおかげになれるぞ。お前もおかげを目指してたのか。でもおかげの座は譲らねえ。忍び全員がおかげ目指してると思ってんじゃねえぞ。すげえ忍びっていや、おかげしかいねえだろ。おかげってのはよ、親がどうのとかより本人だろうが。努力もしないでおかげになった人なんていねえはずだ。だから俺は他人にどう思われようが夢を捨てねえ。どんなにバカバカしくてもよ、夢見なきゃな、前に進めねえ。驚いて声も。